はいどうもマックスドリームデラックスよくとどうもマックスです。本日はですねこちらということで OB チャンピオンセレクションやっていきたいと思います。ということで、本日はですね森野選手をゲットするためにキャプテン森野選手にしてやっていきたいと思います。まずはですね契約書の方をやっていきたいと思います。もう小学校の頃からね森野選手の大ファンで今回出たっていうことでねもうベストラインとかもあるんですけどまず言うなんていうの自分が欲しいキャラを引いて純正にねもっと近づけるように頑張っていきたいと思います。それではもう全てはね森野選手に狙ってるんでお願いします。もうここで一発で出たらもうガチャ引く必要ないから必要がないから、はい頼む実家はヒノキ風呂の人よはい、ということでガチャの方やっていきたいと思います。まず10連目狙うはね、森野選手1人ということでやっていきたいと思います。はぁ、あ、うわらららもう10連目で出てほしい。もうとりあえず30連でもう出てくれたら完璧です。それがもう一番完璧でもうその後の第一弾のね、ベストナイン弾けたらね全然嬉しいんですけど、はい10連目飛ばないもうさっさと進めさっさと進めよ、ま、B しか出へんねん B しか、ほんまどうなってんのさあ10連目ああ吉川尚輝選手ですね。今シーズンもねちょっとキャンプ今無観客ので開催っていうことが決定して毎年ではないですけど去年行かせてもらってたくさんのねもっとプロ野球選手だったりプロ野球選手の方とかのね写真撮ってもらって本当コロナ禍だ中が始まる前に沖縄行って本当良かったんですけど今思えばねあんなね1000人とか超えてる重症な病気のかかるかどうかっていうなんかねよく言ったなっていう批判殺到だよ新井選手さあ10枚目あー外先シュー歌かけ上がれ夢の舞台へ夢が無知さあ30連目。もうここで森野選手のちょっと応援歌歌っとこう。すべてをかけてレッツゴー行くぜ時代のヒーロー夢に描いた一打を森の正彦放てよカットセモリの燃え上がる動詞を胸に勝利つかむ一打を放て我らと共に進め歓喜の瞬間まで行け正彦おおカットバセモリの出てくれモディの頼む違うって誰が代打の神様狙うねん今じゃないなんか阪神関係多いな。じゃあこっからはですねもう40連目っていうことでもうほんとこっから出てほしい。もうそれは普通の調子うわー課金すんのがねなんかちょっと嫌なんですよね。昔は本当純課金と言って自分で名付けてて、非課金はまあ課金しないじゃないですか。で、課金する人は課金するじゃないですか。純課金っていうのは僕が定めた中で、課金はするけど、ある程度、期間限定で安くなってるエナジーとかを買って、課金する人を純課金っていうことを言って、俺はやってました。はい、ということで、課金してきます。フェイドアウト。はい、チャージ完了しました。ここからはですね、ちょっと森野選手のことについて言いたいと思います。あ、まあ、応援歌についてね。さっき歌った最初の1曲目の全てをかけての方は、最初の応援団が、まあ、最初の通過入団当初から、2014年まで使われてた森野選手のね、応援歌となります。この応援歌がね、かっこよくて、もう、一番最初に覚えた応援歌が、個別応援歌が、この森野選手のね、応援歌だったんですよ。もう今村選手当たってる、さっき。で、続いてのね、もう、上がるのやつは、2015年からですね、新しい応援団に変わって、
全部歌詞も書き換えられて曲も変わった感じでやってます。あ、やってた曲ですね。もう引退試合の時に、まあこれは普通に流すんですけど、新しい応援なんて昔の応援歌使っちゃダメなんで、 応援歌、あのそういうラッパー隊なしで桃井選手の昔の曲歌いながら更新してたのを未だに覚えてます。引退試合もね、ちょっと引退試合いけなかったんですけど、あ、一応これ隠れらせて、おお、あ、違う、ミートボールはい、ということで9枚目、さあ10枚目、桃井選手確定ありがとうございます。ということで、もう大好きな桃井選手ゲットしました。もっとね、また次リアタイの動画撮るときにまた話したいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイじゃー。